静岡を愛する人たちを紹介するいいね静岡。今回の静岡ラバーズは浜松在住の平優子さんです。早朝7時、平さんのご自宅にお邪魔しました。朝早くから作業中のようですけど、麻袋ですか？これは大事な仕事道具なんです。なるほど。さて、平さんのお仕事は一体何でしょう？皆さんも一緒にお考えください。じゃあついてきてください。ん？出かけるんですね。山の方へぐんぐん進んでいきます。来ました。ここが私の仕事場のみかん農園です。そう、平さんは 1.5 ヘクタールの農地を営むみかん農家。手塩にかけて育てたみかんが収穫を迎え、今どんなお気持ちですか？お疲れ様って、まずは木は本当に今すごい疲れてる状態で、これを取ってやっと元気にまた戻るんで、今は本当に感謝の気持ちが出ますね。みかん愛の止まらない平さん、実は農業初心者。東京でレストランの接客や管理業務を経験し、4年前父親の他界を機に浜松へ帰ってきました。自分が一生続けていける仕事ってなんだろうと思って、それはやっぱり自分が仕事を作りたいというか、自分で自立した仕事をしたいなっていうふうに思った時に、農業で自立というか独立してみたいなっていうふうに思いました。今ではご近所さんをはじめ地元の大学生にも収穫を手伝ってもらい、コミュニティを広げています。立派に農園を運営しているんですね。それでもみかん作りを教えてくれた鈴木さんには今もたくさんのことを学んでいます。将来が楽しみですね。僕抜かれるんじゃないかな。いやいやいや最後にある場所に案内してくれました。こちらは？ここはオリーブの畑です。去年植えたばかり、収穫は5年先。平さんの挑戦はまだまだ続きます。自分が本当に好きなので、もうやるぞという気持ちだけです。そんな平さんにとって静岡とは？地域に根付いてチャレンジできる場所です。